びっくりしました。ワンちゃん優しいね。ピントがあった外れた。ポンちゃんは黒い背景の前にいると余計ダメだね。そうだね。ピントが合わないね。よしよし。かわいい。ペロペロポンちゃん。ジャン君とポンちゃん。そうです。プレゼントが届きましたよ。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。みー。かわいい。みーの入れ物かわいい。そして。なんだ？筆だね。筆？あら。お絵描きセットどんどん集まってくるけど大丈夫かしら。はい、どうもありがとうございます。頑張って描きます。描きます、描きます、詐欺。言うてますな。そうだね。あ、そしてウェットティッシュ、ムーミンのやつが、そう、うちが買ったやつはすごい薄い、ちょっとなんか持ち運べるやつを買ったんだけど、あ、カッティングシートもあって、あ、何？今回はすごいね。ちょっとこれも開けて、あ、全部一回出してからにしようかなと思ったんだけど、じゃあちょっとお待ちください。はい、その間にジャン君のアップをお届けしております。そしてポンちゃんのアップもお送りします。寝てんのかい。寝てましょう。なんかいろいろ入ってます。お、あ、これはあれかな。出ない。よいしょ。あら、ぴったりなのね。あ、取れた。わかった。これほら、ここに挟んで、こういうなんか、はい、お出かけして書くやつ、写生用の。これそうか、水平とかそういうのが分かるってことだね。そうだね。考えられてるね。これ紙をピタッて、これをおじさんが、街角に座ってたまにいるよね、水彩画描いてる人ね。そうだね。はい、暖かくなったらじゃあちょっとやってみようかな。でもそしてね、こんなのまでついてた、うん、折りたたんで持ち運べるライトだって。 LED コンパクトライト、暗くて目が見えなくないようにね。あれ、これっていろんなことにちょっと使えるね。ねえ、俺だけライブの時に、え楽譜に。でもこれさ、あの、うん、置くタイプだから、そうだね、ちょっと挟めないから、ちょっとなかなか難しいかもね。はい、どっか行って絵を描く、もうなんか暗がりでも絵を描くっていうことだね。これは何かな。猫の尻尾。これはハンガーだね。あ、ペタッて貼る感じなのかな。貼り付ける面に、うん、水拭きで綺麗に拭き取って貼る、だから貼って剥がせるタイプかな。はい、吸盤的な。まあ壁に猫が埋まってるっていうことね。ピッて貼れるやつね。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。じゃあ、この、これも、落として。やらしましょう。うん。それはなんかお菓子みたいだよ。うん、よいしょ。じゃあ、画材が出るまでに、あっちこっち行きますが、冬の口どけポッキー。おいしそう。少し太めなのかな、うん、ふわふわした感じ、ね。うんうん。冬になるとね、こういう、なんかちょっと、高級そうなのが出てくるのね、うん、不揃い品。へぇ、あ、それいいじゃん。うち不揃い品専門で行こうよ。そんなの売ってるんだ、ね、アウトレットです。だって知らなかった。へぇ、全然 OK だよね。あの曲がったキュウリ好き。あとほらよくね、あのあれがさ、うん、すぐに、うんと、なんて言うんだっけ、あ、出てこない。
はい、じゃあ先進みましょう、はい、スケッチブック、いつもの黒犬のお気に入りのスケッチブック、はい、こっちが、あ、表とかな、これで、そうですね、あともう一つこの間もらったちっちゃいやつ、なんかあれ使ったから持ってっちゃってあ、カバンに入ってる、カバンに入ってんのかな、そうだね、あったこれだ、あ、かわいい、そうそう、それとなんかもう一個あったね、これかわいいよね、何なんだっけ、忘れちゃったけど、これでこんなもんだよ、うん、あ、もうボロボロになってきたね、はい、もうシリーズ化しております、かわいいね、あのシリーズね、で、筆、はい、すごい、ちゃんと平筆と中筆と細い筆と入ってます、セットでいただいております、なんかすごいね、これは鉛筆 2B の鉛筆です、はい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 、よし、鉛筆、鉛筆、はい、ありがとうございます、なんか立派な画材セットがどんどん、あ、ちっちゃいタイプも、あ、こんなサイズもあるんだいろいろサイズがあります、はい、もっとガンガン描かないとやばい ね、真っ白いスケッチブックばっかり集まっちゃうね、じゃあ、ね、ちょっと雑でも何でもガンガン描きますからね、うん、はい、どうもありがとうございます、なんかこんな可愛い袋に入って、これは何ですか、ミルキー、ペコちゃん、ペコちゃん、かわいい、なんか古い絵のペコちゃんだね、最初の頃のペコちゃんなのかな、いわゆるミルキーが入ってるのかな、こんな感じだね。そうだね。開けて、後で開けてみましょう。はい、今開ける？いや。後でいい？後でいい。うん。よし。袋に入ってたんだね。あとこれは何かな？おもちゃかな？キャックたちのおもちゃかな？はい、歩くやつだね。ぴょんぴょん飛ぶやつだね、これね。よかったね、ポンちゃんたちのおもちゃだね。ひゃんくん、ポンちゃん。うん？あ、硬いとこじゃないとダメか。はい、来ました。キャックどう？ジャン君大人だからね、何って感じね、クンクンしています、うーん、今さヒーターの前でぼーっとしてるんだね、これは何、あ、これも動くんだ、これはちょっと変わってるぞ、はい、踊る踊る、踊ってる、面白いあ、もっといっぱい巻こう、あ、踊り疲れたとこが可愛い、あ、こっちはそうだな、あ、こっちだったね、あ、でもかぼちゃだね、これ、そうそうそう、ハロウィンか、こっちはハロウィンで、こっちはあのサンタクロースみたいな、はい、疲れてきた、あ、さっきちょっと面白かったな、ね、はいちょっと変わったものが集まってますよ、こっちはそうか、サンタクロース、サンタのね、うん、面白い、はい、サンタとカボチャ、まだ入ってます、なんかいっぱい入ってます、はい、こんなに毎回いっぱいもらっていいのでしょうか、だね、あ、何かな、何だ、何だ、何か筆箱なんか入ってそうです、入ってそうだね、うん、この入れ物も可愛いです、はい、マスキングテープ。よいしょ。これは、カルディのやつ。カルディのやつがあるんだ。これはあれだね。カルディのマスキングテープ。ドライフラワーの、これ香りとかのやつかな。これムーミン、ムーミンマスキングテープ。ムーミンあるんだ。ナチュラルドライフラワースティック。ほうほう、香りがするやつか、またはドライフラワーハーバリウムみたいな感じで見て楽しむ、ね、なんか、うん、そうそう、きっとそういう感じかも、はい、飾ってくださいか、はい、ジャン君とポンちゃんです、美味しいやつ、大好きなやつ、美味しいやつ、あ、低カロリーなんだ、これポンちゃんの好きなやつ、なんかいっぱいだね、なんとなく分かってんのいいね、いっぱいおもち、おやついっぱいだよ、これ入れ物も可愛いんですけど、はい、ポンちゃんみたいな黒猫ちゃんね、どうする、あ、ひかちゃん、あ、なんだ、お、クロさん、クロと猫さん、だるまさんだね、
そうだね。うん。フクロウのだるま、だるまの、あ、猫のだるま。うん、とフクロウさんのだるま。あの、型はさ、だるまの、あれなんだね、うんうん。そこにペイントで。色付けしてある感じ？なので、ちょっと面白猫になってる。うん。かわいいね。あれだね。おめでたシリーズだね。うん、お、あ、首輪だ。ちゃんくん用とポンちゃん用だね。はい。女の子用と男の子用だ。ちょっと春っぽい感じってことかな。なんだ、バンダナみたいな感じ？うん。なっています。カラクサのバンダナだね。うん。じゃあはい、これがちゃんくんかな。違うでしょ。違うかい。ちゃんくんはこっちでしょって。ポンちゃんがピンクでしょって。ね。もう一個入ってたよ、ほら、うん、お花も見せちゃったよ。あ、本当、うん、私気づかなかった。これお花2種類だ。あとここにも何か入ってる、なんかこんなにいっぱい、いつもいつもこんなに合成にいっぱいいっぱいでいいんでしょうか。モミシリーズだ、ともチョコあ、そうね、バレンタインなんだよね。あ、そっかそっか。ありがとうございます。これの柄が、あ、ごめんなさい、ビーってなった。あ、でも裏だから大丈夫。あ、ペコちゃんだよ、ペコちゃんシリーズ。藤屋頑張ってんね、いろんなグッズ作ってんだね。はい、きっとなんかチョコが入ってるってこと。あ、チョコレート、ハートのチョコレート。あ、あー、そっか、ハートのチョコレート藤屋なんだ。そうだよね、昔からあるやつ。うん、そうだね、あれが入ってんだ。定番中の定番、うんうん、あれ美味しいよね。うん、で好き。はい。そしてムーミンのハンカチがなんかたくさん入っています。かわいい。ナフキンとミーとムーミンと、よし、あ、ムーミンと、はい、またすごいことになっております。どうもありがとうございます。とジャン君が申しております。リボンつけちゃって、ポンちゃんも申しております。ポンちゃんはお休み中です。ポンちゃんよかったね、おやついっぱいもらったよ。はい、豪華版です。ポンちゃんのところにムーミンを飾ろう。あ、お布団だよ。あの、そこにポンちゃんがいるっていうことがわからない。え、黒い影に見えます。あ、これがあるからとかじゃなくて、うん、はい、いっぱいです。こんな感じ、たらーん、すごいいっぱいです。うん。